こんにちは。シュアーズ佐野さんのアシスタントを務めている松井です。今日は、注意、ヤフオクで直接取引するときに気をつけるべき5つのこととは?をお話ししたいと思います。こんにちは。中学生の頃からヤフオクを使っているシュアーズ佐野です。今回は、ヤフオクの直接取引のやり方や注意点についてご説明いたします。きっと、直接取引って怖い。とあなたは思っているのではないでしょうか。これからお伝えすることを知らずにヤフオクで直接取引を行うと、ヤフオクを利用できなくなるだけでなく、被害に遭って泣き寝入りする可能性もあります。あなたの不安を少しでも解決できるように、トラブル事例や直接取引の際に気をつける5つのことなどもお伝えしていきます。これを読み、ぜひ参考にしていただければ幸いです。ヤフオクでの直接取引は自己責任なので怖いと感じる方もいますが、今回紹介する注意点を踏まえながら行えばメリットもありますよ。ヤフオクで直接取引するメリットとは、方法は入札だけじゃないヤフオク。まずは、ヤフオクで直接取引をするメリットについて考えていきましょう。一般的にヤフオクは入札方式です。しかし、直接取引という方法もあります。これはお客さんから直接取引をすることです。この直接取引をすることで、販売側は以下のようなメリットがあります。同じ商品、または関連商品の販売ができる。ヤフオクへの手数料は販売の手間がかからない。ヤフオクで直接取引することで購入した人に追加販売できます。一度買い物をした人はその商品や関連商品に深く興味がありますよね。同じ商品や関連商品を落札者に提案して販売できます。一つ例を挙げて考えてみましょう。ナイキのスニーカーを販売した場合、購入者はナイキのブランドやランニングに興味があるということですよね。この時点で販売した商品とは全く関係ない商品を勧めても意味がありません。そのため、このお客さんの場合は、ナイキのランニングウェアの限定品やランニングに関連する商品を提案します。この提案方法は取引メッセージで行うので、手間もお金もかかりません。最初は、興味がなかった、どうしよう、提案して迷惑にならないかな、などと心配かもしれませんが、それは大丈夫。なぜならそういう人は取引メッセージを見ないからです。佐野は今まで何百件もの取引メッセージを送ってきましたが、一度も迷惑だ、やめてくれ、と言われません。なので安心してどんどん取引メッセージを送ってみましょう。ヤフオクの直接取引でトラブルになった事例3つ。ヤフオクの直接取引による以下のようなデメリットとトラブルもあるのでご紹介します。振込詐欺、自転詐欺、釣り上げ詐欺。おかしなトラブルに巻き込まれないためにも把握していきましょう。振込詐欺。まずは、振り込め詐欺について。振り込め詐欺はインターネットをする上で一番多い詐欺なのです。振り込め詐欺は振り込み詐欺とも言われ、多種多様なケースがあります。一見詐欺とは思えない出品方法になっているところが、購入者を騙すための罠になっているので要注意です。例えば、あるブランド商品の出品の場合、去年の1月から今月まで使用していたので、動作確認済み、使用上の問題なし、引っ越しのため手放したいが、明日までに代金を振り込んでくれる方のみ送料無料。こちらの特徴は、付属品も説明書までしっかり揃い、使用感や傷があることも記載されています。また、1万円値下げで1万5千円の即決で出品されているのです。このような出品方法はよくあることです。しかし、
この商品説明文のうち、以下の部分が注意すべき重要なポイントです。明日までに代金を振り込んでくれる方のみ、送料無料。1万円値下げで1万5000円の即決で出品。この文章があることによって、早く決めなきゃ、早く支払わなければ、という購買心理をつき、落札者を焦らせていますよね。そこが罠なのです。詐欺だと見破るためには、すぐに即決しないで、出品者に細かな質問などをしてみるとことです。しっかり情報を得て、納得してから代金を振り込みましょう。実際に、直接自身の銀行口座にお金を振り込ませ、現金を騙し取って逮捕された事例もあります。自転詐欺。二つ目の自転詐欺は、具体的に言うと以下のようなものです。突然のメッセージ、失礼します。今回の商品を落札した方が、急遽に入金が遅れるとのことで、それが無理だったらキャンセルしたいそうです。そこで、何々様にご連絡しました。というメッセージが2番目の金額で入札していた方に送られるのです。正式な取引のキャンセルをせずに、次の取引をしようとしていますよね。これは規則違反になります。このような状態で返信をすると、自分のアドレスを詐欺グループへ知られてしまう可能性があるのです。自転詐欺は、人気商品やプレミア商品で起こりやすい詐欺です。商品を狙っていたが購入できなかった、悔しい思いをしている人に向けた卑劣な詐欺です。上記のような連絡が来たら十分に注意しましょう。釣り上げ詐欺。三つ目の釣り上げ詐欺は、出品者が詐欺に使うための裏のアカウントを使っていたり、複数がグルになり落札額を上げていく詐欺のことです。この詐欺はとても手が込んでおり、詐欺だと見破りにくい特徴があります。そのため、常に冷静な気持ちでいること。これが欲しいという強い気持ちは、どんどん落札額が上がる傾向になります。そうならないためには、オークファンというサイトで相場を確認しましょう。この確認はとても重要で、詐欺はもちろんのこと、諦めがつく判断材料となります。さらに、落札で複数人が争っているときに、出品者の評価を見ておくことも手です。実は同じ人が複数の商品を落札していたとか、似た落札があった場合には、詐欺の可能性があるので注意しましょう。その中でも、1円からスタートしている出品は特に注意が必要です。この場合でも、先ほどの詐欺と同じように、細かい質問をぶつけてみることを勧めます。今日は以上です。またさらに詳しい情報をシュワーズ佐野の公式 LINE@ 限定で配信しています。LINE にご登録していただいた方には、今だけ期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選をプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録してくださいね。次回は、未然にトラブルを防ぐ、ヤフオクの直接取引で気をつけるべき5つのこととは?をお話ししたいと思います。本日はご視聴していただきありがとうございました。